Thank you.
怒ったんだ。お、なんと。軽い軽い。ちょっと脅しすぎたか。遠藤さん。よし、みんな、今度は俺たちの番だ。行くぞ。行くぞ。
よく聞け遠藤、これが最後の指示だ。お前たちの思ったようにやれ。そして思いっきり楽しんでこい、本当のサッカーをな。監督。はい。さあみんなやろうぜ、俺たちのサッカーを。ヒド、勝てると思うか？お前がそんな初歩的な質問をするとはな。この中には一人もいないと思うぜ。勝てないなんて思ってるやつはね。ああ、そうだったな。さあみんな、世界一になるぞ！
調子で行くぞ。人生最良の日ですね。俺にとっても大輔さんにとっても本当になったんだな俺たち。ああ世界一にな。神妙精よしまた彼がやってくれた。おめでとう。そしてありがとう遠藤くん。監督、俺に言わせればまだまだ欠陥だらけだが、お前たちは今世界で一番マシなプレーができるチームになった。え、よくやった監督。ありがとうございます。よっしゃー。はい、どうもご苦労様。母ちゃん、じいちゃん生きてたんだ。驚くだろ。遠い海の向こうで最強のサッカーチームを作ってたんだよ。ほんと人騒がせだよな。俺とじいちゃんの世界一をかけた試合、あんなにすごい試合は初めてだった。母ちゃんもテレビで見てくれたよな。お土産たくさん買って帰るから待っててくれよ母ちゃん。守る。夜は根を揺むくらいならば、今度先には進めない。
遠藤守とその仲間たち、稲妻イレブンの熱い伝説は、多くのサッカープレイヤーに勇気を与えました。きっと彼の声は、あなたの元にも届くことでしょう。みんなをやる気にさせる、あの遠藤守の熱い声が。サッカーやろうぜ！